あの頃。ちんた、私のお願い叶えて。あの頃の夏はこんなんじゃなかった。ナナ、決まったぞ。何が？俺たち超平和バスターズな。うわー、かっけー。俺たちが平和を守るんだ。どこもかしこもいろんな平和。みんなが俺の後をついてきてた、あの日だって。誰がこんなブス。あの日の明日が、メンマに謝れる明日が欲しかった。メンマってなんだ。お前未だにそんなこと言ってんのか。キッタメンマちゃん。聞いたよ。好きやつ。お前学校行ってないんだってな。受験に失敗してここらじゃ底辺の高校入って。どうせあんなアホももう行く気なんてねえし。雇いが来なくたってどうだっていいけどさ。けどあんたみっともないよ。何調子乗ってんだ。お前がリーダーぶってた昔とは違う。昔はいつも本間メイコの真似してたの。死んだ子の名前軽々しく口にするんだ。お姉ちゃん抜けたとこあるから、自分が死んだこと気づいてないかもしれないじゃない。メンマを忘れられなくて、いつまでもメンマに囚われて情けないな。お前何動揺してんだよ。メンマは死んでる。そんなもん鼻から分かってるのに。いたんだよ。メンマだ。俺のせいなんだよ。あの日メンマが死んだのか。俺のせいなんだ。大丈夫か。逃げるか。俺がメンマを死なせたんだよ。待ってよメンマ。どうしてチーターが。メンマは嘘なんかじゃない。メンマはこれ、俺の大好きなメンマに。ごめん。え、チーター行っちゃうから。メンマ、チーター追いかけないでだから。メモはもういないんだ。どこにもいないんだよ。いるよ。あの日チーターが手を引っ張ってくれた。あの日チーターがメモにお約束してくれた。お前には秘密基地があるじゃん。超平和バスターズの秘密基地、みんながいつでも帰れる場所。そうだ、神様にお手紙を送ろうよ。父さんもお母さん早く元気にしてくださいって。お願いします、お願いします。メイコさんのために何かがしたいんです。失いよりよっぽどいいじゃねえかよ。みんなの基地に住んじゃったりしてよ、高校行かずに世界に遠くに行きゃ変わるって思ったんだよ。でも戻ってきちまうんだよ、あの場所に。頼むからお前らメンバーを成仏させてやってくれよ。お願いしないからメンバーいなくなっちゃうんじゃないの。メンバーはいなくなっちゃってもいいんだ、好きなのに。本当はさ、成仏なんてしなければいいって思ってたけど、あいつは違ったんだ。やめろ。成仏をしますよ。あのね、生まれ変わりだよ。成仏しなかったらね、それできないもん。みんなとちゃんとおしゃべりできないもん。俺、会いたかった。ずっとお前に会いたかった。お前の名前読みたかった。好きだって言いたかった。でも、みんな同じだった。みんなお前が好きだった。みんなお前に会いたかった。アナル、アナルはしっかり屋さんで温かい心だね。雪圧、雪圧の犬の人の格好ね。メンマ、綺麗だと思ったよ。鶴子はいつもメンマに優しくしてくれました。ホップはいつもみんなを面白くしてくれます。メンマ、うまい、叶えてくれてありがとな。大好きだ、メンマ。
ジンさん、またメンマ泣かした。ジンさん、ほら、ジンさん、